こんにちは、シュウです。本日スルト降臨来てたんでやっていきたいなと思います。まだ私のスルトがね、スキルレベル1で、今日スキルマンにしたいなっていうことで、周回パーティーをね、紹介しようかなっていうことで、パンドラーですね。で、このパーティーのいいところが、4回でロキでリーダーチェンジしていくんだよね。で、サブが全員リーダーチェンジに対応してますね。これダルシだと、闇を6個以上繋げて攻撃力が3倍って、かなりパンドラーと相性がいいんだよね。でこの闇巨悪、これ全属性必須なんですけど、闇巨悪でこの子がめっちゃいいんだよ。トンタッタじゃねえわ、それワンピースだ。シャントット、この子がめっちゃくちゃいくて、闇火器を5個以上つなげると攻撃力が上昇最大 3.5 倍ってことで、覚醒もかなり優秀なんだよね。FF のキャラっすね。これ最初闇巨悪で覚醒読み採用してたんだよね。でも覚醒読みだと強化ドロップ5個月誌で、パンドラって列組むじゃん。だから6個になっちゃうんで、あんまり相性良くないんだよね。5個と6個で。まあ列組んで5個月誌でコンボ出すっていうのも、できなくはないんだけど、やっぱこっちの方がいいっすよね。で、こいつは悪魔タイプの攻撃力が3倍。で、このペルセポネだけね、リーダーチェンジされるとちょっと難しい。闇水の同時攻撃で攻撃力が 2.5 倍ってことなんで、水がないとね、2.5 倍出せないっていう点があるんで、そこだけちょっとね、まあ仕方ないなっていうことで、これやっていきましょう。まあ一応 1.5 倍は出るんでね、セポネで。これ、ちょっとパンドラ使います。まあ周回してるとね、多分ここでパンドラ使って、バインド回復できない時とかあるかもしれないんだけど、大抵はできますね。ここでバインド回復処置して、なんかパズルがすげえ下手だな。OK、で、次で水残します。これ水残す理由は多分後々わかるんですけど、ここは絶対ワンパンしときたい。オッケー。ここ次ね、ここがかなり相性良くて、ダルシでワンパンできちゃうんだよね。この闇光枠のダルシがここでワンパンできちゃうんですよ。で、どうしようかな。で、水残したのがさっきこのためっすね。ここで絶対に組みたかったんで、水がないとダメだったんで、さっき水を残したんですよ。で、ここはそんな敵強くないんでね、最後はワンパンっすね。これシャントット入れたのあれなんだけど、かなり相性がいいんだよね、パンドラのスキルと。これ見てたらわかると思うんだけど、上に闇下に木で、ここでパンドラ使えば、もうすげえいい盤面。これどうしよう。バルキリーも使っちゃうか。で、あんまうまく組めないけど、まあ、適当でいいか。こんなんでいいんじゃない？オッケー。こんな感じですね。じゃ、もう一周ぐらいしとくか。なんで、これで、スキルマまで頑張ろうかな。今説明してたんで、今回は結構早めにやっちゃおう。じゃあやっていきます。やっぱ初手パンドラだね。うん、大抵ねバインド回復できるからね。おー、上に大量にあるな。これ1列でいけるかな。まだあんま周回してないんで、どのれんぐらいの火力でいいのかわかんないな。 OK。で、次が水残しですね。水残して、もしペルセポネが変えられた時用に、結構慣れればいい立ち回りできるんじゃないかな。まだそんな周回してないんだけど。で、ここでペルセポネ打って、水は取って、水持っといた方がいいな。うん、いいんじゃないでしょうか。よし。これで次ペルセポネが変えられても大丈夫ですね。この3回をね、スキップできるのが熱いね。ここでノーパズルで、しかも闇も作ってくれるっていうね。いけ！オーケー。で、次、ロキそんなね、HP 少ないんで、闇8個消しで倒したんで、さっきやったら。オッケーオッケー、ダルシュなら全然いいね。このシャントとね、かなり相性いいね、パンドラの変換と。お前、売りかけてたけど、売んなくてよかったね。オッケー、危ねえ。パズルが下手だな、今
で、ラストはシャントットからのパンドラで終わりですね。だ、ソルトね。ソルトか。ソルトしようか。ソルトか。結構硬いんだよね。HP 多いんで、まあまあ全力でやった方がいいですね。これ舐めてやるとちょい残しになるんだけど、ちょい残しになってもワンパンはされないんで、そこも結構いいんじゃないかな。待って、下手じゃね？下手じゃね？下手じゃね？これ耐えられる気もすんな。オッケーオッケー、言ってくれた。ってことで、こんな感じに今日頑張ってスキルマネしようかなっていうことで、今回はこれで終わります。バイバイ。